車体を横滑りのスリップ状態のまま走行させるドリフト走行。もともとはコースをより早く駆け抜けるための手段の一つとして使われていましたが、その華麗にドリフトを決める光景やタイヤの音がファンたちを魅了して、一つの競技として独立。今も、ドリフトの美しさやテクニックの精度を磨くために、多くのドライバーを駆り立てていますね。そんな中、プロドリフターのライアン・チアルク選手による、チューンドトヨタ86、ガムアウト GT4586 で、フェラーリ458を中心にしたドーナツターンを行っているドリフト動画が公開されていました。プロドリフター、ライアン・チアルク選手と、アメリカ・カリフォルニア州のハブ・モータースポーツが、今年の7月頃より開発を進めていたプロジェクト、ガムアウト GT4586。ガムアウト GT4586 のビルドとしては、トヨタ GT86、日本名、トヨタ86をベースに、標準搭載の排気量 2.0 リッター4気筒エンジンから、フェラーリ458イタリアの排気量 4.5 リッター V 型8気筒エンジンにエンジンスワップされていることが特徴。馬力などのスペックは公表されていませんが、真っ赤なボディから飛び出したエンジンが目を引く姿となっております。